表の連中は全滅ですか。ああ奴らしばらく使い物になんねえはずだ。少しは休みをくれてやるんだな。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概算で行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。ふん、そうですね。そういやこんなことを言ってる奴がいましたよ。仇の世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。元ヤクザがいつ何をしでかすか常に監視されてるようなもんだったんでしょう。ですが面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。それができるのも倉庫の構造にありましてね。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。管理される側はいつ見られているかわからないので作業の手を抜けなくなるわけです。パノプティクンという構造ですが、これが何のために考案されたかわかりますか。無所の監視だ。ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる。なんでハワイへ送り込む必要がある。救ってやるためにですよ。海老名がそう言ってんのか。もしそんな上っ面の話しかされてねえんなら、お前もいずれ使い捨てられる運命だ。口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清流会の中でも武闘派です。海老名さんへの忠誠心も厚い。命令を受ければ殺しも厭わない。命令がなくても組の敵は躊躇なく殺す覚悟がある。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。そんな奴ら腐るほど見てきた。来い、本物の武闘派ってのがどんなもんか俺の拳で味わわせてやる。獲物を使いやがる。扱う武器が一つとは限らねえ。気を引き締めていかねえと。処置も必要だ。どうしよっかな。こっち見ろよ。逃がしちまえ。痛めつけてやるよ。容赦しない。ありがとうございます。ご指名いただきました我ら領事、さすがの優美。
ご指名ありがとう。君の瞳に乾杯。優也です。お近づきの印、綺麗な顔ですね。おい、俺を見ろ。今夜はずっと一緒ですよ。お前は俺のものだ。はい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 、エクスタシー。それではとどめの3、2、1、イエーイ。またのご来店をお待ちしています。やるのかよ。手加減はなしだ。かかってきない。寝てるわ。うんふん、死ねえ。かますで。うん、どうした。バシッと決めるぜ。1、2、3。うん、てめえ。よいしょ。どっから出しやがった。うわ、力の差を見せてやる。逃げちゃしねえぜ。どうか見てんの。え、脇が甘いな。しつけの時間。死ねえ。てめえ。終わりにしましょうか。まとめて片付けるか。あらら、何も持たないでどうするんだろう。何か嫌な気配がする。慎重に出方を見よう。オーナー、やるのか。チンからしてんじゃねえよ。相手してやる。おう、どうした。さて、見せてあげる。回復。ありがとう。調子出てきたぜ。叩き潰す。早く言おう。終わらせる。手
かってこい。うわっ、サボシロぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺をここから連れ出してください。奴らの前じゃ何も話せねえ。ここに用はねえ。次は海老名だ。やっぱ面白えわあの人。いやまさか、いつも好かしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。なるほど。それじゃあ海に落としたのも沢城と示し合わせてたわけですか。ああ、この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。それなりに変装してくると思うぜ。ちょっと楽しみかも。沢城、あんたその格好。いらねえことは何も言うな。こっちもそう時間があるわけじゃねえ。分かってる。だがまずはお前の立ち位置をはっきりさせてくれ。お前にとって海老名は何なんだ。極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意志を継ぐ男です。我々もそう見ていた。だが実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、
奴が歌う第二次大解散は清流会に人を集めるためのデマがさ。だが俺がそれに気づいたのは一をハワイに送り出した後だった。そんな偶然ある？俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意したんだろうな。確かに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイを送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。蛇野はそれをブライスのためにやっていた。そうだな。お察しの通りです。だったらなんであんたは海老名とつるみ続けてんだ。知ってんのか、あいつらのせいで茜さんはずっとハワイを逃げ回ってたんだ。荒川真澄の愛した人なんだろ。ああ、だが今のハワイには一がいる。あいつがいれば茜さんは大丈夫だ。ずいぶん高く買っているんだね、春日君の方。かもな。だから俺はこっちで俺にしかできないことをやる。それって何のこと？海老名が人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え？ただしそのためには海老名の本当の目的を知る必要がある。本当の目的？やつがパレガナと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいます。原発から出る核のゴミってやつが。何？原発って原子力発電？ああ、核兵器に転用できる使用済み燃料棒はゴミっつっても管理は厳重だ。万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方、放射能で汚染された土壌に水、コンクリート、使い捨てられた防護服、そっちは低レベル放射性廃棄物と言われるものの出る量は無尽蔵だ。その何百年と放射能を撒き散らす厄介なゴミを特に廃炉中の原発を抱えた日本は大量に吐き出し続けている。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵っつって棚上げにされてるわけだ。そういえば時々ニュースなんかで聞くよね、原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパレガナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。パレガナの信者にとっては選ばれた者だけが立ち入ることを許される楽園。その島です。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのがあのブライスって男。もちろん高い処理費用を取ってるし、海老名もその分け前に預かるんでしょう。ただそこにハワイへ送り出す元棒たちがどう絡むのかはまだ分かっていません。ゴミ運搬の人足として使われるとしか。じゃあ結局海老名の狙いは金ってことかよ。ただこいっちゃなんだけど、どうなんすかね、日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんならそれは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則あったはずだ。海老名たちはその法を破る気でいるのか？いえ、法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ日本中で止まっている原発を再稼働させたいし、何だったら新しく建設して経済のカンフル剤にしたいと思ってる。その第一歩として
核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。例えばある日テレビで実験的に海外での処理を検討する時期に来ているなんてコメントが聞こえるようになったら、世論への根回しが始まったってことです。そして法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的にエビナとパレカナは合法のビジネスができるわけか。極道と怪しげな教団でなければ鵜呑みにできたのにな。偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見えん。そういうことだ。つまりお前はその裏ってのを探るためにエビナについていると。ええ。その割にもっともらしくキリュウさんの素性をバラしてなかったっけ。タタラチャンネルです。あれは渡された台本通りにやっただけだ。へえ、そうかい。極道の第二次大解散は確かに海老名の言い出した方便かもしれません。ですが荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。海老名の狙いが本当はよそにあるってんなら、そこにつけ入って俺が全部もらい受けます。なるほどな。その時には道島の竜って看板も当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割ってみせることにしたんです。俺たちで果たした東城会と近江連合の大解散はもう元の黙阿弥になっていたのか。極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。それがたったの4年かそこらで。桐生さん、見込みが甘かったってことなのかな。日本っていう国は実は想像を超えて過去の過ちに寛容じゃなかった。だから元極道たちは立ち直る間もなく海老名に取り込まれるしかなかったんだ。いや、こんな状況になるのは何かがおかしい。俺が聞いていたあいつらの計画にはもっと勝算があった。あいつらっていうと？大解散の仕掛け人たちだ。東城会六代目堂島大吾、そして真島五郎、西島大河だ。